どうも、オニメンタルクニボです。今日2020年12月27日日曜日は、ああ、何の日かと言いますとですね、初の卓建12月開催となりましたですが、まずはですね、 えー、今日は競馬の有馬記念、有馬記念の日でした。私は競馬はあ一切やらないんですけども、1年に1回だけですね、有馬記念だけは、あ年収めということでやるということで、この毎日の配信の中でも動画にはしてます。俺の有馬記念2018と、俺の有馬記念2019と、で、今年俺の有馬記念、えー、2020になる予定やったんですけども、 レース開始直前までですね、その、インターネットで、馬券を買うこのソックパッドっていうシステムの ID を忘れてですね、なんと買えなかったという、うちょっと、あの、もうグダグダ感満載やったんですけども、一応リアルタイムで、えー、テレビでは見てました。まあ、あのー、こう、馬とか全然詳しくないんですけども、ま、そうそうたるう馬が、 今年は出たようです。で、まあ、かけたとしても、まあ、奇跡とか、まあ、その辺にかけてたと思います。あとは、まあ、ブラフスとワンピースとか、まあ、強い馬いるんですけど、それどうしようかなとか、あ思ってましたけども、えー、結果はですね、一番人気が一着を取ったっていう、あの、珍しいレース展開でした。えー、と、クロノジェネシスか、あが取りました。まあ、競馬に学ぶっていうことではな,ないんですけども、おまあ、 一番人気が圧倒的に強いっていうことで、まあその資格試験私トライなんかしてるんですけども、やっぱり今年はそういうのを多く見受けられましたね。まあ、プレッシャーもありながら、そういう一番になる人が順当に勝つべくして勝つと、圧倒的に勝つということなので、まあそういうのもちょっと見習って今後も まあ、勉強の方か頑張っていきたいなと思います。ということで、あとは、そう、12月の初の宅見試験の開催やったんですけども、まあまあ、あ問題もちょっとね、見てないし、私は10月受験のまあ、敗者というか、負け組の方なのでも、語るべきことはありませんということで、うん。で、まあ余談なんですけども、昨日、昨夜はですね、この行政書士で、えー、繋がった方々とオンラインで、まあ、 オンライン飲み会とか忘年会をさせていただきまして、まあ、実はですね、でえー、この後も今日7時からは、まあ、別の方とオンラインの、まあ、忘年会ということで行政書士関係のですね、まあ,あ今年はそういったつながりも多くできて、えー、非常に、えー、有意義な1年でした。うんまあ、競馬の方はですね、今日はまあ あこっちの数カ子の民法かあとかもやってましたし、まあ、今日ちょっとざざみたいな配信,配信になったんですけども明日はですねこの数か子のちょっとトピックなんかもこう動画にさせていただきたいと思いますということで、えーまあ、有馬記念、えー、は空振りにも終わりました、まあ、書けなくてもよかったのかなと言いましてで、まあ、12月で、えー、初の宅建受験、えー、開催されました受験された方あお疲れ様でした、まあ、合格を 本当に本当に祈っております。ということで、えまた来週、ジュ月ラストの週間、頑張っていきましょう。